はい、どうも吉田です。おはようございます。ちょっと目線が合ってないですけどすいません。やってきました北九州。10時ぐらいやったら帰ってくる。今日は最終日です。今日は6名で参加してます。なので、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。お疲れ様でございます。はい。お疲れ様でした。最後のですね。疲れてますね。11月10日と、はい11日、僕は長崎、福岡、はい北九州ラスト行ってきました。行きましたね。はい。お疲れ様でございました。やっぱり長崎日帰りして翌日の北九州は結構、きつかったですね。疲れが溜まりましたね、今もまだなんかですね、ちょっとこう、はい、疲れ気味でございますけども、はいはい、もう年取ったなって感じますけどね。はい、まあこれで、はい全国ツアー、今年の全国ツアーファイナル、そうでしたね、はい、ファイナル昨日ありまして、はい、でまあ別 V でも撮ってますけど、はい、レオくん、あ、レオくん、レオくん、レオくん、初参戦、こんな大きいですね、可愛い、はい、16歳、そうですよね、はい、16歳の少年が、うん一緒に今回来てくれて、はい、で、まあ、いろいろお話ししましたけど、とちおのファンだと、はい、で、はい、16歳ですよ、16歳でファンだっていう、はい、うん、まあいろいろ話聞いて、うん、その魅力をやっぱり分かってくれるっていう、うん、テレビの影響力の強さっていうんですかね、はい、っていうのを今回改めて思いましたね、うん、テレビでそのカラオケ番組で見てっていうのを、うん、そうですね、で調べてで、はい、もう平成生まれの子がやっぱ昭和最大のヒット曲だってい いうぐらいの抱きしめてトライドですよね、うん、やっぱ若い子たちに見せたいですよね、うんうん、それを今回すごく感じましたね、うん、そうですね、はい、どうでしたか最初と最後行ってみて。私、まあ今回最初宮崎の、はい第1回目と、はい、で今回北九州の最後と参加したんですけれども、はい、1回目が初めての、はい、いわゆるとしちゃんのライブを見たわけですよ、はい、もうその時のインパクトが強すぎて、はい、まあ初体験ですね、初体験ですよ、初体験ですね、もうインパクト、やっぱ初体験ってやっぱね、はい、やっぱりインパクトが強いわけですよ、はい、でそれがやっぱりあったせいもあってで、はい、今回の北九州をじっくり見れたっていう感覚があります。どうでした、じっくりじっくり見て。じっくり見るとですね、はい、最初は何がこうね、一番最初の時はこうどういう編成なのかわからないんですけど、はいはい、今回の北九州のやつはやっぱりこう細部にわたってこう見れるわけですよ、はい、トシさんの手の動きとか、はい、顔の表情とか、はい、だから結構楽しめましたね。あ、そうですか、うん、そういう部分で言えば、あ、トシちゃんこんな顔して歌ってたんだっていうのがこう分かったっていう。で、昨年の途中からですね、拡散祭り、はい、あ、はいはい、まあ、今回も拡散祭りありましたね、はいはい、全公演拡散祭りしてくれてるんですけど、はい、うちも上げさせてもらってるわけですよ、うんうん、で、写真を動画からこう見ながら、ここの写真を使いたいと、はい、トップガーとして使いたいっていうのを見てるときに、はいはいはい、ものすごくトシさん実はすごいなって再確認することがあって、どこを切り取ってもですね、はい、綺麗なんですよ。ダンスが、あ、そのなるほどなるほど、手を抜いてないんです。うん、その一曲の中でそのどっか言い方がちょっと嫌な言い方をすると、その汚いところがあるかないかっていう、はい、あ、なるほどなるほど、その汚いところがないです、ずっと綺麗なんですよ。指先一つ取ってもピシッとしてるし、動く止まるがやっぱりはっきりしてるから、メリハリがあるダンスをずっとやってるんですね、うんうん、で、まあスーパースター田原俊彦っていうのがセンターにいまして、うん、ダンサーがいるときに、はいはい、やっぱり流れで普通に見てるときってわからないんですけど、止めていくとすごいその差がわかるっていうか、う、決してその下手ではないですし、うんうん、あれですけど、やっぱりまだ荒削りの、若い分荒削りがあるところもあるのかなっていうのは
感じたんですけどね、うん、今回その動画編集の時にそれをすごい感じたところはありますね、はい、だから素晴らしいパフォーマンスをやっぱり見せてくれてる、うんうんうん、でその拡散祭りの件でね、はい、僕なんか毎回その苦言を言ってるおじさんみたいになってるんですけど苦言を呈するおじさん、はい、苦言を呈するおじさんみたいになってるんですけど、はい、あの拡散祭りってやっぱ恋でやってくれてると思ってるんです。ああそう、あの見て、はい、あのオーディエンスに対して、うんうん、あのそういうことをやってくれてると思うんですけど、うんうん、次の1曲ですとか、はい、最終日はダンディライオン2曲目だったんですけど、はい、2曲目のダンディライオンをやりますってアナウンスしてくれましたよね。演出上止めれないんで、はいはい、でその前の日もそうだったんですけど、うん、その撮影をやめない人が長にいるんですよ、はい、1曲だって言ってるんですよね。1曲だって言ってるんだったらそこで気持ちは分かるんですよ、撮りたい気持ちは分かるんですけど、うん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 、それをやってたらその収集つかなくなってくるわけじゃないですか、うん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 、だからルールは守ろうよっていう話なんですね、うんうんうん、許可されてませんからね。そうです、うん、あのやっていいことと悪いことっていうのをやっぱりそこははっきりやっていかないと、うんうん、もういいじゃんやめようよって言われたら終わりじゃないですか、うんうん、だから最低限のルールっていうのは皆さん守りながらやっていった方が、そうですね、うん、ね、あの座る立つっていうのもそうなんですけど、歌の時にこういきなり立ったり座ったりとかするやつでしょ。そうですね、うん、激しい曲の時に立つ、うん、それはもうみんなで騒ごうよっていいと思うんですよ、うん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 、ただライブの見方ってここをそのコロナ禍っていうのが常にありましたよね、はい、あれでねものすごく難しくなったと思うんです、うんうんうん、昔は立って見るライブって当たり前だったじゃないですか、うん、声を出して、はい、もう一体感がこれがライブなんだっていうのが当たり前でしたよね、うんうん、それがコロナ禍を経て着席してパフォーマンスを見るっていう数年間があったわけですよ。でこれってね新しい見方としてそれがやっぱりいいっていう人も当然いるわけなんですよね。だから去年から曲によって当社のライトの色が変わりますっていうペンライトを出しました。ああいうのってすごいいい演出だと思うんですよ、うん、で一体感が得る演出、うん、でそういうのも含めたところでなんかその共存共栄ができるやり方っていうのが、あ、なるほどね、オーディエンス内での共存共栄の仕方ですよね、うんうんうん、どちらの気持ちも僕は分かるんですよ、うん、騒ぎたい人の気持ちも当然分かりますし、うん、静かに見たいっていう人の気持ちも僕は分かるんです、うん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 、だから前の時ちょっとこの YouTube の動画でも僕話したんですけど、うん、拡散祭りの動画の時はやっぱり着席してみんなできれば撮ってほしいなって、それ徹底した方がいいんですけど、うん、どうしてもやっぱ前立つと後ろどうしても立たないといけなくなる、うん、まあ僕はふと思ったんですけど、まあ、できればいいなと思ったのがスタンディングもできる席と、はい、もう座ってみる席で、はい、分けたらいいんじゃないですか。僕もねそれは思ってて、うん、スタンディングの人たちはちょっと後ろに当然なるとは思うんですけど、 そこはもう文句言わないでねっていう話ですよね。で着席をこう希望した人は立たないでねっていうところを徹底した中でできるっていうのもいいのかなっていうのは、それでも多分ね僕はいいと思うんですけどね。ですよね、うん、っていうふうには思うんですけど、うん、だからまあ前の方が座ってれば後ろがね立っても全然視界を塞がないわけですから、だから難しいんですけど、まあちょっとですね、うん、参考の一つにしてもらえたらな、はい、そうですね、まあ、女性のねファンがやっぱ非常に多いですから、そうですね、やっぱ比率として女性の方が多くて、うん、僕もでも後ろやっぱ気になりますもんね。気になるでしょ、はい、いや僕もねすごい気になるんですよね、うん、口をピーピーってまたなんか鳴ってましたよね。鳴ってましたね、はい、まあラストだからこう多少の盛り上げ的な要素でやったんでしょうけど、うん、前の時は席が近かったから、はい、目の前でやられてたから本当
なってたんですよ。つんざくんですよね。そうそうそう、あの耳に、はい、そう、大人の楽しみ方がもうちょっとできたら、そうですね、まあその若いノリっていうか、まあ、気持ちは若く楽しんで全然いいんですけど、だあれで例えば野球の応援みたいですよ、ほんと笛持ってってピーピーとかってやったりとか、あのパフパフパフとか持ってったらうるせえなって思うはずなんですよ。じゃ自分の体から発してる、じゃあそのピーって音はいいのかっていう話になるでしょう、うん、まあ、周りのね人たちはそれをあのちょっとご遠慮くださいっていう方も当然いるわけですよね。そうそうそう、僕は嫌です。うん、もう正直僕は嫌ですね。うん、ちょっと考えてくれたら嬉しいなっていうふうには思うんですよね。トシさんのライブはそういうふうな感じのライブではないですもんね。そうですね、うん、だからライブの内容によって盛り上がり方って変わると思うんですよ。うん、A ちゃんのライブだったら A ちゃん A ちゃん言ってる、うんうん、そんななんかじゃあトシさんで同じことやるか当然やらないわけですし、長渕剛のライブのように拳を高く、うん、ヘイヘイとかって言わないわけじゃないですか。ないですよね。だから、うん、あの一体感がトシちゃんの場合はその原宿キッスのコールであったりとか、うん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 、っていうところでみんな一体感を出してとかですね。うんうん、そうですよね。はい、やっぱりその皆さん見てるとわー、あの少女時代に戻ってるっていう感じなんですよ。皆さんも可愛い顔されてるんですよね。はい、本当にあの青春時代をね、あのトシちゃんをずっと追っかけて来て、ね、今もこう来てって今も目見れてるっていう、多分子育ての期間があって、うん、大変な期間とかあったと思うんですけど、 そうですね、はい、そこでまたこうあれしてるのはすごいなって、うん、すごいなって、うん、でそれを呼び返したとしてもやっぱすごいなっていうのは思いますね。だからやっぱりね、自分の青春をこうなんかもう一回謳歌してるっていう、そうですね、そんな感じで撮られるから、やっぱりあ、じゃあそのね彼女たちがやっぱ楽しんでるっていうのも僕は今回見れたんで、そうですね、うん、前見れなかったんですよ。こうなっちゃいますから、こうなっちゃいますから。でそのね、楽しんでるっていうところなんですけど、うん、これまあ僕もちょっといろんなライブ行ったりする中で、はい、トシちゃんのライブでね、にこやかになる話がちょっと僕の中でですね、あって、あのバックバンドのメンバーですね、あの演奏されてる、はい、あのみんな笑顔なんですよね。あ、演奏しながら、はいはい、演奏しながら笑顔のライブってあんまり見た記憶が正直なくて、うんうん、みんな楽しそうにしてるんですよ、はい、あれがね、なんかすごく良くて、で、あの女の子2人今、ゆうきちゃんとりんかちゃんですかね、はいはい、いや、踊ってるじゃないですか。あの子たちもね、笑顔なんですよ。基本がですね、うん、あれがね、なんかすごい、見てて、うわーみたいな、うんうんうん、微笑ましいっていうか、ね、うん、嬉しいっていうか、はいはい、あのトシちゃんのライブ行くとですね、元気もらえるって人たちすごい多いんですよ。あれってステージから、まあ、トシちゃんも含めてなんですけど、オーディエンスに対してその笑顔を見せてるから、こっちもそういう気持ちになるのかなっていうふうに、言われてみればそうですよね。うん、自分たちのいた席からは、まあ、最終はちょっとベースの、野間さん、ピンクマン、ピンクマンの、ピンクマンの野間ちゃんですよね。もうそういう人がこう見えるんですけど、すごい笑顔ですよね。笑顔ですよね。あ、ベース弾きたいなって久しぶりにって思うぐらいの感じです。楽しそうにしてるじゃないですか、うん、はい、大変だと思うんですよ、やっぱ、うんうん、2時間演奏するの大変なのが分かりますし、はい、その中でやっぱり笑顔の時間がすごいバックバンドの方が長いっていうのが、なんかいいですよね、うん、そういう雰囲気がやっぱ出来上がってるんだろうなと思って、うん、で今度ですね、あのベースのピンクマンさんの、あの曲によって指で弾くときとピンクで弾くときがあるので、ありますね、あれもちゃんとチェックしてもらえたいや、うまいっすよね。いや、もうめちゃくちゃうまいっすよ。うまいっすよね、うん、いや、バックバンドうまいな。だから僕、あのベースの方はですね、ちょっとあのトシちゃんに、あの今度曲を作るときに、あのスラップを入れたやつを作ってほしいんですよ。そうすか。野間口さんがちょっとフューチャーされる曲、あのちょっとベースソロとかがあるやつを、それは作曲家とか調和師なんて曲作れるんじゃないですかね。あの
楽器隊の方。ああ、できると思いますよ。できるですよね。はい、ベースソロがある。いや、ほんとね、上手なんですよね。いや、まあ、もちろんうまいですよね。あの、ポップスが僕、あの、まあ、トシちゃんがやってる曲とかが、はい、あの、一番難しいんですよ、実は。はい、演奏するときに。あの、ハードロックとか、あの、普通の、まあ、ね、ジャンルだとこう。言い方悪いんですけど、ごまかし聞く曲があるってあるじゃないですか。はい、あの、ロックがそのごまかし聴く楽曲かってそういうわけではないんですけど、なんとなくね、だ素人レベルで言ったらあの意外とごまかしが聴くんですよね。ポップスは難しいですですよね、うん、で、まあ、ギターが好きな人って、まあ、ギターの方とかも多分ハードロックとかも好きだろうと思いますし、はい、だから、まあ、そういうのもだからできるっていうのがやっぱすごいですよね。そうですよね。江口さんなんかもね、あのバンマスのしょっちゅうギター変えてますもんね、曲によってちゃんと、ね、音をちゃんと合わせて、そうでしょうね、楽曲に合わせて変えてんだなっていうのはやっぱ見てて思いますし、ずっと続けて弾く曲多いじゃないですか、はい、だから多分チューニングがずれるんでしょうね、はい、ずれていくんですよね、はい、多少だから変えてるんでしょうけど、あの僕もね今回やっぱ改めてバンドうまいなと思って思いますね、見てたんですよね。キーボードの方とか手元暗いくて大丈夫かなとか思い弾いてますもんね、うん、ドラムの方も結構あの暗かったですよ。暗いですね。ステージの下だから、うんね、光はあんま当たらないでしょうから。うん。やっぱ一人トシちゃんだけでもライブできないじゃないですか。うん、その裏方さんがいて、はい、本当バンドさんがいてってその表に出る部分の人たちと本当裏方の人たちっていうのがすごいなっていうのはやっぱ感じましたね、うん、今回は。生バンドを持ってるっていうのはすごいですよ。そうですよね、うん、あのオケでやってもいいわけだからですね。そうですよね、変な話、うん、ボニータ、あー、はいはい、あの前振りのね、はい、シルエットがパッと当たるところですね。そうです、あのライトがドンでパッてライトがつくじゃないですか、うん、で、あそこからの一連の流れでまあこう入っていく、はい、わけですけど、おかしいっすか。いや、まあ、今回その初回2回、はい、あのと最終日で2回見たわけですけど、あれ笑うところありました。いや特にないですよね。ですよね、はい、あれね何を笑ってるのかなっていうふうに思うんですよ。だからもう集団心理っていうか、まあ、あれの最たる例かなっていう。そうですよね。一人笑ってみんな笑ってみたいな。ですよね、うん、あれもねちょっとあれは一連の流れなんですよ。あの演出じゃないですか、うん、であの演出の部分で笑ってる人たちっていうのが他のシーンでもちょこちょこあったりするんですけど、これ長崎の時そうだったんですけど、あの会場がちょっと地方、はい、まあ、あの確かに福岡も地方ですけど、うんうん、あの地方都市から見る地方ってまたあるじゃないですか。あ、はい、まあ、九州の中で一番福岡が、うん、あ栄えてますからね。栄えてますね。で、はい、そこから見る地方の会場、うん、まあ他のところでもあったと思うんですけど、はい、そのね地方に行くとね、はい、意外と何かそういうのが多いんですよ。途中で何か変なちゃちゃ入れたりとか笑ったりとか「頑張れ!」とか言うんですけど「いや運動会じゃないから」みたいな。声入れるときって、僕センスだと思ってるんですよ。はい、あの例えば、頑張れっていう言葉を使うなっていうわけじゃないんですよ。うんうんうん、入れるタイミングってあると思うんですよ。ありますね。うんうん、あの流れの中でタイミングがあって、そのタイミングをね、ずらしたら台無しになるんですよ。うんうんうん、わかりますよ。わかりますよ。分かりますよ。新規の方っていうのは確かにわからない。うん、かったりもすると思うんですね、うん、でもあのトークの時とやっぱり曲間の時っていうのは、うん、静かに見ることってできないのかなっていうのはちょっと思いましたよね。あ、それは本当毎回思いますね。僕もだから2回目行ったんですけど、それはやっぱ思いましたね、うんうん、なんか変にこう変な掛け声かけたりとか、だあれがトークの時だったらいいんですよ。いいですね、それトークのやり取り、うん、あの舞台と客席でのやり取りっていうのはあってもいいと思う。それがライブなんで、うん、それはいいんですよ。ただ歌ってる時とかそういう時とかは違う。そうですよね、うん、それは思いますね。でしょう、まあ、まあいいライブだからですね。そうですね、うん、だからやっぱり一回ぜひねやっぱ生で見てほしいですよ、うん、はい、本人も言ってましたもんね。歌
って踊ってるんだぜって。そうですね。いくつまでやらせんだっていう。そうですね、うん、言ってましたけども、ずっとやってほしいですね。いやー、うん、本当いくつまでできるんだろうって、う、ね、いくつまで本当見れるんだろうっていう形にはなりますけど、うん、もう、まあ、これだけストイックにやられてる方なので、ええ、いや、素晴らしい、素晴らしいと思います。もう自分らできないですからね。そうですね、うん、本当に絶対無理です。素晴らしいライブでした。今度ワウワウでも放送するんですよ。あ、ワウワウもう決まってるんですか。決まってます。今月、今月、はい、11月末、末、はい、あ、皆さんワウワウをあのもうちゃんと皆さん、うん、そうですよね、しますよね、チェックはされてますんで。すいませんでした、はい、バッチリチェックはしてると思いますんで、はい、あれですけど、その辺、まあ、これが終わったら今度来月からこのディナーショーになるんで。あ、ディナーショーもあるんですね。はい、そうですね、三大都市ですね、東京、大阪、名古屋。はい、あ、じゃあまたとしちゃん大変なんですね。そうですね、うん、でこれの間にあの田原都市チャンネル、あ、はい、あの収録もやられてる、ね、もうやってますしね、うん、なんかすごいですよね。そうですね、田原都市チャンネルもね、楽しい方向に行ってくれればと思いますし、そうです ね、今回ね、いろいろライブを通じてそのグッズのこととか、ね、うん、ケンさん、ケンナオコさんとのやつで、はい、すっごい優しい表情を出すんですよ、はい、もうね、それがたまんないです。うーん、僕あの女性が好きですよ、はい、女性が好きですけど、でもすっごいたまんないよ。へえ、うわっ、あれね、やっぱり異性があの笑顔を見ちゃうとやられますよ、うん、モテるでしょうからね。いや、もう本当に、うん、あ、これやられるだろうなって思うような優しい顔を研ナオコさんにしてるんですよね。今回のライブ内容自体はすごく本当にいい内容のライブでしたし、うん、あのもし行けなかった方ですね、はい、あのワウワウが見れるならワウワウを見ていただきたいと思いますし、あの、まあ、来年また今度2024のツアーですね、はい、45周年のツアーになりますんで、またなんか一味違う感じでしょうね。そうですね、で、うん、今年よりなんか増えるって話みたいですし、会場が、はい、これ全公演行かれた方っていらっしゃるんですかね。多分今回結構いらっしゃると思う。もし見られてる方で私全部行きましたって言ってくれたら、あのコメントくれるとですね、いや、いらっしゃると思いますよ。すごいですね。うん、トシちゃんに行くことで僕もやっぱり行くたびに頑張ろうって思えるし、はい、元気を、もう本当アンパンマンみたいなもんですよ元気もらえるぞみたいな、元気くれるみたいな感じですけど、うんうん、だからそういう人たちってやっぱいらっしゃると思いますよ。やっぱ全部行くっていうのもすごいですけど、来年だからまた数が増えた分またそれだけすごいことになるわけですから。基本週末なんで、そうですね、その辺はやっぱり働く方に合わせていただいてるっていう感じですよね。そうですね、土日が多いですもんね。うん、ぜひ、はい、あのご新規さんはですね、はい、あの1,2,3,4,5,6,7,8 ですから引っかからないあれ多分ご新規さんの目安。あ、そうなんですね。 1,2,3 でこうして4,5 っていうのはどれだけご新規さんがそこでダーって言ったら、うん、もう完全にご新規さんなんで、まあ、あの振りがですよ、はい、あれでしたもんね、元気ですからみたいなですもんね、はい、だああいうところも含めて、うん、あ、今日ご新規さんこのぐらい来てるなとか、うん、あとやっぱボニータで、あの、あ、笑う方、うん、あの、ざわめいてる方は間違いなくご新規さんなんで、そういう方もやっぱいっぱいいらっしゃるなっていうのは感じましたね。うんうん、宮崎の時は多分あれ、1,2,3,4はやってないですもんね。やりましたよ。やりました。やりました。覚えてないんですかね。もう舞い上がってたんでしょうね。お年さんがいるっていうだけで。ぜひ。ぜひぜひ。はい。あの、まあ今年で言うと本当、3カ所ですね。そうですね。あのディナーショーがあり、はい、で、来年になったらそうそう、またバースデーパーティーとかあるのかな、2月。またなんか温泉ツアーとかもあるんじゃないですかね。ですね、うん。で、それが終わると今度リリースパーティーがあって、はい、でそこからツアーに入るっていう形になると思いますので。来年ヨッシャーが何箇所に行くのか。ヨッシャーですか。リリースパーティーは参加するのかとか。ひょっとしたら温泉ツアーに顔を出すのかとかそういうところも含めてですね、皆さんあの来年楽しみに、あのコメント欄に、はい、ぜひぜひその温泉に来てくださいとか、
一緒に入りましょうとかですね。それはないですよね。トシちゃんみたいなのですよね。10万円からっていう。そっから下げていかないといけない。そうですね。9万円、8万円って下げていこうですからね、僕。ぜひですね、また、いろんなところでお会いできる機会があったりとか。そうですね、今回もね、いろいろ、いっぱいたくさん声かけていただいて。はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。お土産もいただきました。ありがとうございました。またぜひですね、はい、こういう機会に皆さんといろんなことをお話できたりとか、はい、そうですね、はい、企画ですね、ちょっとやりたいのが、はい、なんかあるんですか、はい、トシちゃんの曲で90点以上カラオケですか、はい、出るまで帰れないっていう企画を、で帰れるのかなって、いや、一発目で90点出たらお疲れみたいなになるんですよね。そうそう90点って出ないんじゃないですか。90点って結構ね大変だったりもするんで、うん、だってシングルで70何曲あるんでしょ。79曲でしたっけね。だからそれを全部歌っても出なかったら今度じゃあどこから出すんだっていうことになりますからね。カラオケにあるトシちゃんの曲は大体ほとんどがまあシングルで出た曲がほとんどじゃないですか、ね、あとアルバム曲がちょこちょこ、あ、ちょこちょこ入ってます。で僕も最近カラオケ行ってないんで、はい、わかんないですけどそうですね、カラオケ行ってないですよね。まず声が出るのかっていう話からになるんですけどね。全然違う曲で90点とか出たりするんですよね、はい、長渕歌って90点とか、はい、松山千春とか新沼謙治とか歌ってそれはでも絶対帰れないわけですよ。それは帰れない。だから哀愁デートずっとね、何回も何回も歌うみたいな。哀愁デートで90点が出るまでに何回歌うでしょうっていう、こうクイズですね、めちゃくちゃ面白いでしょうね。先にも声が潰れて点数が持てないみたいなやってる方だけが楽しいかもしれないですけど、まあ、ちょっとそれはやっぱぜひライブ配信でやるといいかもしれないですね。そうね、こういうこうちょっとバカなことも含めてですね、はい、なんかいろいろと、はい、はあ、なんか機会があればですね、どっかの居酒屋さんかなんかで出演してもいいよっていう方があれば、はい、そこでその、うん、ね、撮影させてもらいながら、はい、いろんなお話ができたりとか。あ、いいですね、はい、福岡とかだったらちょっとこの間ですね、僕の先輩がちょっと居酒屋をさせたりとかしたんで、はい、場所をちょっと取ったりとかっていう形できますんで、ぜひ、ね、こっちで泊まってる方とかでね、ちょっともうご飯食べがてらとかでですね、ですね、はい、とかも普通にその福岡の方で、はい、でも、はいはい、全然ね、あれしたら、ね、本当インスタの DM で私大丈夫ですとかって入れていただけたら、いただければですね、はい、もういつもこうやって2人でね話してるから、はい、やっぱ 3人4人いると、はい、居酒屋トークっていう形でさせていただけたら面白いのかなって、もう酔った勢いで言いたいこと言いましょう、はい、文句がある人は言ってください、私こんだけ好きなんだっていうのがあったら、ね、やっぱ思いも言ってもらって、うん、みんなで本当に都市を盛り上げていくっていう、もう全く興味なかったヨッシャですらだいぶ興味を今持ってきてくれたんで、はい、もう草の根活動しかありませんの で、 そうです、ね、ぜひ、はい、ぜひぜひよろしくやらせていただければと思います。はい、はい、それではまたそういうことでよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。はい。去年出てくれたチャンピオン、今年も今年も参加して参加していただいてます。ありがとうございます。お友達です。ハッサン。友達の息子です。息子です。そこで、はい、紹介して大丈夫なの？16歳。12歳です。16歳。16歳。高校1年生です。高校1年生。この高校1年生の子が、はい、どうしたの？好きになったっけ？今日ちょっと言ってもらおうかな。何年か前なんですけど、カラオケ番組で芸人さんどなたか忘れちゃったんですけど、抱きしめてトゥナイトを歌ってて、その抱きしめてトゥナイトの何ていうかこのリズムというかそういうのに惹かれて、ちょっと調べてみたら原敏子さんが出てきて、その後にごめんよ涙とか、抱きしめてトゥナイトが一番好きなんですけど、チャールストンにまだ早いとか、いろんな名曲を聴いてもトシちゃんの大ファンになってしまって、そこが始まりですね。なるほどですね。素晴らしい。いいコメントだ。ちなみに今日16歳のそうそう、もう本当にすごいっていう言葉に尽きますね。60歳後ってあんなキレッキレなダンスで、しかも抜群の歌唱力で、もう本当に魅力かっこいいです。思ってます。なんか台本かなんか俺ちゃう。
まさかのね。最後、今日ね、こうやってコメントもくれたんで、はい、出演料として、はい、お箸渡してます。お箸なんで、お父さんから美味しいものを食べさせてもらってください。美味しいもの、はい、お父さん、はい、お父さんから美味しいものを食べさせてくださいということで、良いお年を。ありがとうございます。だから、そうなんですね。そう、だからお得なんです、実は海外って。有名人の人とそのツアーで行った方が絶対いいってことですか。絶対いいっていうわけじゃないですか。白浜であったんですよ、温泉ツアーが、はい、で同じ場所で諸星やってますよ、光源氏の。あれは高かったです、値段が。だからトシちゃんが安いんです。もうそういう設定にしてるわけですか。トシちゃん多分利益取ってない。みんなで楽しもうぜみたいな。もうだファンサービスの一環でやってるから。ファンサービスの一環でやるっていうことは、もうその次につなげる行動みたいな、まあ、感じもあるんですね。あるし、もう応援してくれてありがとうかな、いいわね。そうでしょうね、もう長いからね。グアムなんかでもそうですし。グアム？グアムもあるんですか？グアムもあります。あれがだから7年前グアムから帰ってきて、あとハッピー買ったからうち、うん、翌日にカンクに着いて、うん、翌日福岡に帰って、でそこから犬飼いに引いてた。あ、いや、よく覚えてるわけ。そうそうそう、あれが海外は最高ですよね、うん、でそこから次の時が南国はもう沖縄とかだ。沖縄も良かったんですけどね。結構あちこち行くんですね。行きますね。今年がだから西が山口だったから、九州が久しく来てないんじゃないですかね。霧島に来てから来てないから。ね、いろいろ行くとかあるからですね。海外ありますね。海外なんかニューヨーク行きたいってずっと言ってますけどね。ニューヨークかイタリアかって言ってたんで、僕はイタリアの方行きたいな。イタリアの方がいいでしょうね。